うしたんですの？なんだか今朝のリカは様子がおかしいですわね。そうですか？どうおかしく見えますですか？うまく言えませんけど、なんだかこう大人びて見えると言いますか。はわわお、リカは大人なのですよ。はわわお。羽生、今日は茶化すのはなしにして。サトコもごめん。今日はふざけるのはなしにしてね。そういう気分じゃないの。今からあと一週間くらいね。先生、おはようございますですわ。あら、監督もですわね。おはようございますですわ。はい、おはようございます。さとこちゃんにリカさん。おやおや、頭にメイドさんのカチューシャがありませんね。高速違反です。お仕置き、お仕置き。入江先生、学校でそういうのはやめてください。監督、リカが朝から体調が悪いみたいなんですの。ちょっと様子を見てあげてほしいのですわ。おや、どうなさいましたか？風邪ですか？より優雅にトラップとお呼びなさいませですわよ。羽生さんに対圭一さんトラップの妙技を伝授して差し上げますわ。はわわわわう。入江、ここではなんですので、保健室でお話ししてもいいですか？ええ、構いませんよ。では保健室へ参りましょう。どうしたんですか？どこか体調でも悪いんですか？入江、妙な話をしますけど、ふざけないで聞いてほしいのです。とてもとても真剣な話なのです。入江、僕は女王感染者というものなのですか？はい、リカさんの寄生体だけは村中の誰とも違う特別なものです。その僕が死ぬとどうなりますですか？前にもお話ししたと思いますが、とても大変なことになります。いえ、正確にはとても大変なことになると思われますが正しいですね。何しろリカさんが死ぬまで検証不能なのですから。ただし、ひなみざわ症候群に酷似した社会型脳内寄生虫の例で、女王感染者の死を引き金に集団自殺や暴動などを引き起こすケースが複数あるというような話です。この辺は高野さんの専門です。彼女に直接聞いた方がいいでしょう。私には少々疎いあたりです。
話の腰を折らずに聞いて答えてくださいです。そんな僕を殺して誰かが何かを得するということはありますですか？リカさんを殺す？誰が？入江、話の腰を折らずに答える約束です。すみません。いえ、考えられません。あなたを殺して得をする人間など存在するわけがない。繰り返しになりますが、もし女王感染者に万一があれば、一般感染者は全員48時間以内に末期症状に至るんです。それこそが雛見沢症候群の最も危険な一面と言えるでしょう。被害妄想の拡大や錯乱などの個人症状とは比べ物にならない規模の大事態です。その大事態を起こして誰かが得をするということは絶対にありえません。リカさんを殺すということは村人 2,000 人を殺すのと全く同じことです。たとえ冗談でも絶対に考えられないことです。僕が死ねば雛見沢の人たち全員が被害妄想に取り憑かれて錯乱し、あるいは殺し合う鬼の血を引く末裔たちの村の終焉としてはこれ以上ないフィナーレなのです。もちろんそれが想定される最悪の事態です。ですので、もしも万一リカさんが死ぬようなことがあった場合、ある緊急措置が取られることになっています。緊急措置？初耳なのですよ。多分初めてお話しすると思います。物騒な話でしたので私も話さなかったと思います。入江機関にとって雛見沢症候群治療の中での最優先事項は女王感染者の保護です。ですが万一女王感染者が死亡し感染者全員の急性発症が見込まれた場合、それを未然に防ぐ緊急措置が取られることになっています。非常時用の緊急マニュアルというものが存在しまして、その中で最も危険度の高い事態、つまりリカさんが死んだ場合に適用されるものが緊急マニュアル第34号というものです。それが適用されると何か起こるの？村人が錯乱する前に全員に緊急措置を速やかに執行するというものです。具体的には自衛隊の緊急時専門の部隊が雛見沢を封鎖して全てをなかったことにしてしまう。それも初耳ね。すみませんでした。私もあまり好きな話ではなかったもので。鷹野と山犬が私を殺すというのはあり得ること？バカな、絶対にありえないことです。いや、それどころか
高野さんはリカさんの保護に一番気を使っていますし、山犬の最大の任務の一つはあなたの護衛です。そんなことは絶対にありえない。入江、それでもなお高野が私を殺すとしたらどんな動機が考えられる？考えられません。女王感染者の危険性について一番知っているのが彼女なのですから。それにご存知でしょう、彼女は雛見沢症候群の研究に並外れた情熱を注いでいます。あなたを殺してしまうことはその情熱と矛盾する行為です。でも入江、雛見沢症候群は確か3年以内だかに撲滅される計画になっているんでしょう。撲滅というのは症候群を滅ぼしてしまうこと。研究を続けたい彼女の情熱にとってそれはどうなの？それは私にとって雛見沢症候群は治療すべき対象ですが、高野さんにとっては研究素材なんです。実際彼女は3カ年計画には強く反対していて、研究の無期延長について理事会に進言するために単身上京したとまで聞いています。もっともそれは失敗に終わったそうですが。つまり高野はもっと研究を続けたいのに雛見沢症候群は3年以内に撲滅されてしまい、高野は研究対象を失ってしまう。そういう言い方もできるかもしれません。どうせ終わらせられてしまう研究なら最後に盛大にひっくり返してやりたいとか。バカな、そんなことあってはならないことです。でも入江も高野の性分は知っているでしょう。あいつならやりかねない、あいつなら私を殺しかねないってあるんじゃない？ありえない、ありえません。そんな恐ろしいことは絶対に。ありがとうでした。僕は教室に戻ります。です、何か高野のことで分かったら僕に教えてください。です、リカさん、どうして高野さんがあなたの命を狙っているなんて思うんですか？まさか急性発症？それを疑うなら今簡易検査をしてみる。Thank you.
野さんがなんて、ありえない。ありえない。どうですか、リカ。何か収穫はありましたのですか？あったと言えばあったし、なかったと言えばなかったし、微妙なとこね。でも、いくつか面白いことが分かったわ。一つは、入江機関が3カ年計画で、雛見沢症候群を撲滅させようとしていること。これは研究を続けたい高野にとって、不愉快なこと。彼女は単身上京し、東京の連中に研究の継続を訴えたけど、退けられたんだとか。これがきっかけで、何か自暴自棄になるようなことがあるかもしれない。もう一つが面白いの。緊急マニュアル第34号とかいう物騒なやつよ。私が死ぬと、それが執行されて、この村全域に緊急措置が行使されることになる。あお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 。私が死ぬと、村人すべてが末期発症するというのがあるでしょ。高野は、それが見たくて、私を殺すのかとも考えたんだけど、緊急マニュアルとやらがあるから、それを見ることができる前に、村は滅んでしまう。だから、これも動機ではなさそう。いくら入江に聞いても、そんなバカなばっかり。彼に言わせると、事態の重要性を一番理解しているのが高野、ということらしいわね。故に、一番殺す理由がないと。あおあおあお。わかってるわ。まだ入江一人に聞いただけよ。他の人から、情報や知恵をもらえる可能性もあるんだしね。そうです。みんなの力を合わせないと、奇跡は起こせないのです。奇跡でも起こさなきゃ、絶対に勝てない相手だものね。もうすぐお昼休みなのです。みんなに相談するいいチャンスだと思いますです。とはいえ、どう話せば、みんなが真剣に聞いてくれるかが問題よね。東京という秘密結社が、なんて話をしたら、それなんて漫画って言われちゃうに決まってるわ。誤解のないような、うまい言い方を考えないと。多分、深く考えず、そのまま話した方がうまくいくと思いますのです。本当に？そうなのですよ。まあ、試してみるのです。僕が言うような言い方をすれば、茶化さず聞いてくれるどころか、ものすごく真剣に相談に乗ってくれると思いますです。意外な才能にちょっと驚きだぜ。確かにもうちょい煮詰めりゃ結構面白い漫画が描けそうだ。私は呆れましたよ。今朝から調子が悪そうなんで、どんな悩み事があるかと思ったら、そういうことならまずは胃の一番にこの私に相談遊ばせね。みんなとても頼もしいですよ。頼もしいわね。物は言いようなのね。おじさん、こう見えてもサークル申し込みからネームに下書き、ペン入れに、本に、背景に、社食に、構成、入稿、出版、ハンプにサポートまで全部できるからね。私に相談したのは実にナイスだよ。
出版社も本屋さんも全部一人でやれてしまうのです。へえ、うちの親父もそんなこと言ってるぜ。そういう全部自前でやるのって流行りなのか。レナはそんなことより兄ちゃんのジャンルが気になるかな。かな、ほらほら、話が脱線してましたよ。みんなで理科に協力しましょうですわ。何しろよ、女王感染者が死ぬとその緊急措置が発動になって村が丸々全滅させられてしまうっていうのが最大のポイントだよな。そんなすごい人がいらっしゃったらもう要注意ですわね。豆腐の角に頭でもぶつけられたらそれだけで村が全滅ですもの。捕まえてぐるぐる巻きにして土蔵にでも放り込んでおいた方がいいに決まっていますわ。でもそうしないで殺しちゃうんだよね。そんなことしたら大変なことになっちゃうって分かってるのに、なんで殺さないといけないのかな。かな、そうなのです。秘密の研究所の中にいるその悪役は大変なことになると知っていて、ぽじゃない、女王を殺そうとするのです。でももっともらしい動機が思いつかないのです。殺せば村中が滅ぶという設定だけでもう十分に動機は構築できるよ。でもミオン、その悪役は病気のことをもっと研究したいと思っているから、それがおしまいになってしまうようなことを自らやるはずがないのです。あんあん、そんなの大した問題じゃないって。その悪役にさらに黒幕を設ければいいんだよ。あるいはその悪役を利用しようとするさらに悪役というか。いい？女王が死ねば村は大混乱に陥る。それを隠蔽するために大掛かりな緊急措置が決行されて、全てがなかったことにされてしまう。これはね、基本的に最悪の事態への対応策であって、決して抜いてはならない殿下の高等な作戦ってわけ。抜いてしまったらとりあえず事態は収拾できるだろうけども、ただでは済まされない大事になるんだからね。ふん、確かに政治家の世界って必ず責任追及とか辞任要求とかそんなのになるもんな。そんな何千人も殺すような作戦が実行されたら、その後に必ずそういう事態を招いたのは誰の責任だって騒ぎになるだろうからな。まあ秘密作戦だからその騒ぎは表沙汰にはならないだろうけど、その東京という組織内でかなり強烈な責任追及が行われるのは間違いないだろうね。ってことはそれだけで十分女王を殺す動機はあるってことじゃない？ですか？そんな大騒ぎになって何か得をする人がいるというのですか？いるよいるよ、いるに決まってんじゃん。いい？世の中に吹く風は必ずどちらか一方に流れる。それはある人にとっては逆風になるけど、必ずいる反対を向いている人には追い風となる。どんな出来事だって必ず損をする人と得をする人がいるんだよ。なるほど。私のトラップ脳がギンギンしてきましたよ。つまりそんな大事になれば責任を取らされる人たちがいる。
その人たちと対立している人たちにとってはとっても美味しい事態というわけですわね。そうだね。どんな組織にも勢力や派閥があって意見を違えてる。ましてや東京なんていう巨大な黒幕組織だったら、その強力な力をめぐっていろいろな人たちの思惑が入り混じってるはずだよ。ってことは、誰かを蹴落として成り上がりたいって思ってる連中にとっては、女王を暗殺して大騒ぎを起こすことは十分価値があるってわけだ。つまりとかじゃなくて、悪役にとって価値がなくても東京の中には女王を殺す価値がある人が大勢いるということなのですか？そういうことよ。あーでね、秘密研究所の悪役はこういう設定にするの。本当は研究をもっと続けたいんだけど、それが3年で打ち切られるって話が決まっちゃってるわけでしょ。だからさ、その研究員は自分がこれまで研究してきたことを全部無に帰されようとしている。つまり自分が半生をかけて気づいた成果が台無しにされそうなんで、非常に辛い思いをしている。いや、それだけじゃない。ものすごくプライドを傷つけられていると思うんだよね。そうだな。その悪役が半生をかけるに値すると信じた研究が上位の組織に認められず、3年でおしまいにしろなんて言われたら、自分の人生を否定されたように思うだろうからな。それはきっと辛いだろうね。自分の積み重ねてきたものを全て否定されるのはきっと傷つくね。リカ、分かってる。陳情だろうね。研究を中止しろと言った東京に、自分が研究している奇病はこんなにも重要で興味深い、だから研究中止を撤回してくれと訴えるだろうね。まあそれでさ、あっさり東京が「はい了解、研究続行、予算も増やします」って言っちゃったら漫画にならないよね。そこはさ、東京のボスたちにコテンコテンにこき下ろされるわけよ。お前の研究などくだらない、こんな予算の無駄遣いの研究などとっととやめてしまえってひどいことを言われちゃうわけよ。自分の人生をかけた研究を否定されたら、その怒りは凄まじいですわよ。となればやることは二つしかないですわ。サトコ、それは何？決まってるじゃねえか。泣き寝入りか復讐だろ。まあそこで泣き寝入りじゃ面白くないよね。となればさ、誰よりも慈しみ研究してきたその悪役研究員はさ、他の人の手で自分の研究成果が破棄されるくらいなら、せめて自分の手でなんて自暴自棄なことも考え始めるわけよ。プライドが高いゆえにね。そこでさっき考えた話の東京の何者かの思惑が出てくるわけですわ。まさか村が大ごとになれば誰かが責任を取らされ、得をするというさっきの話なのですか？まさにそれですわ。悪役の研究員は研究の生涯を否定されて落ち込んでいる。それをうまく焚きつければ自分の手を汚さずに村は大惨事。自分は後から悠々と責任追及に加わってうまうまでございましてよ。そういうこと。
だからね、自分の生涯を否定された悪役は落ち込んでるわけよ。そこへ東京の中で誰かを蹴落として出世を目論む若き幹部がさ、その悪役に工作員を派遣して籠絡するわけよ。自分の存在を否定されて落ち込んでるんでしょ？ならその研究を私は信じてるよ、頑張ってなんて励まされたら簡単に籠絡されちゃうかもしれないね。プライドが高い人ほど脆いものだから。ってことはつまりその悪役ももっとどぎたねえ黒幕に利用されてるだけってことなんだな。ああ、戦隊ものの悪の幹部にもそういうキャラっているな。今まで頑張って悪の組織に貢献してきたのに、一つの失敗だけで手のひらを返したような仕打ちを受けて処分されてしまう気の毒な感じのやつ。というかこのトラップにおいては実行役の悪役研究員の始末は絶対でございましてよ。黒幕にとっては生かしておく価値がありませんもの。そういうことだね。その悪役もちょい悪を気取ったつもりだろうけど、結局は人生を否定されるし、黒幕に利用されるし、しかも最後には口封じで消されちゃうんだろうから、悪役とはいえちょいと同情誘いそうだよね。まあそういうキャラの立て方もありじゃないかな。いや、むしろありだよね。次の新刊では考えてみるかな。猶予なんか問題じゃねえだろう。今日死刑になるのも3日後に死刑になるのも全く同じだぜ。要はその猶予幅の問題だってだけだろう。3年の猶予じゃなくて3年後に死刑って言われたように感じてるわけさ、その悪役は。そこは多分黒幕たちの都合だね。彼らの都合で悪役を操ってるわけだからさ。この時期に村を滅ぼしたい都合は悪役じゃなく黒幕の方にあるんだと思うね。何しろこれだけの大作戦なんだからさ、起こしたら成功以外はありえない。成功させる鍵は女王の暗殺だけじゃないよ。暗殺後緊急マニュアルの執行をトップに決断させなきゃならない。他にも作戦後の責任追及についての事前準備とか、いやいや、この作戦で一番ダメージが与えられる効果的な時期とかね、そういうのを測った上で3年の猶予を余した今大作戦を実行させるんじゃないのか。結局その悪役は何から何まで利用されて、しかも最後はトカゲの尻尾みたいに切られるわけだ。悪役とはいえ気の毒なやつだぜ。なるほど。はおはお。では一番重要なことに話を移しますです。それに立ち向かうために女王の少女はどう戦えばよいのですか。その子が主人公なのです。ほうほう、そりゃ面白そうだな。つまり命を狙われてる女の子がなんとかマシから逃れられればいいわけだな。連載形式によるね。長期連載ならダラダラと逃げ延びて次々新しい追っ手や刺客が現れた方がネタ切れにならないよ。ああ、できれば短期集中連載がいいのです。となればなんとか悪役をやっつけてハッピーエンドを目指すしかねえよな。逃げるより戦
戦う展開の方が熱いってもんだぜ。でも主人公はただの女の子なんでございますわよね。どうやって戦うんですの？今時の少女主人公は無力なんかじゃないよ。一見潮らしい可憐な少女なんだけど、秘められた秘密の超パワーを隠していて、実は王家の血筋を引く S ランクのハンターで、二つ名は漆黒の堕天使とかってのはどうよ。はう、なんだか痛い中学生の創作みたいだね。どうしたよミオン、お腹でも痛えのかよ。どうせおじさんは永遠に孵化しないピキなのさ。ハワウ、ミオンが何を言ってるかよくわかりませんが、とにかく主人公の少女はか弱くて特別な必殺技とかはないのです。強いてあげれば猫かぶりがうまいです。あとすごく意地悪でよく僕を辛いものでいじめますのです。それはいい設定ね。早速今夜から実践するわ。なるほど、等身大の主人公だってことは分かったぜ。でもその主人公がこの陰謀に打ち勝つストーリーってのはこりゃ難しいな。無理無理、絶対に無理。最低でも武器全般が扱えて無線技術にヘリの操縦くらいはできないと勝てるわけない。さもなきゃ某国の軍事顧問団に特訓を受けたサバイバル技術のプロとかね。ジャングルに潜り込めばわずかの武器とトラップだけで敵部隊を丸々混乱させられるくらいのやつとか。その主人公にミオンとサトコが友達だったならそれで解決の気がしますのです。あ？おじさん？そりゃおじさんがいりゃ話は変わってくるね。私はあらゆる戦闘技術、指揮技術がランク S、 加えてこの村がその漫画の舞台だってなら土地勘もランク S だしね。さらに里子を敵に回すってのはなお致命的だよねえ。その悪役がどんな秘密部隊を従えてるか知りませんけど、私のトラップ技術の前には物の数ではありませんでしたよ。その主人公がどんな敵に追いかけられましても、私と一緒に裏山へ籠城してくだされば指一本触れさせませんわ。うん、里子と裏山に籠城すれば攻め手側は裏山を丸ごとえぐるくらいの艦砲射撃に加えて空からの重爆撃が最低限必要だね。そこまでやってからの裏山突入でもなお手痛い損害を被るだろうね。しかも作戦指示は私。まあ攻め手側には過半数以上の損害を覚悟してもらうことになるだろうね。ねえ里子。私の芸術的裏山を破ろうと思ったら核弾頭でもお持ち遊ばせ。確かに里子の裏山はすごいですが、本当に山犬、悪役の手下たちをやっつけられるでしょうか。相手は荒事のプロなのですよ。奇襲とトラップってのはね、相手が誰であっても非常に効果があるんだよ。土地勘のある人間がとえはたえに張り巡らしたトラップというのはね、どんなベテランも絶対に侮らない恐ろしい防御力があるんだよ。その里子のトラップは
彼らにも通用するということ？もちろん。いや、それどころかベテランゆえに足止めの効果が大きいかもしれない。トラップは引っ掛けるだけが効果じゃない。引っ掛かるかもしれないと怯えさせる効果も大きいんだよ。ベテランゆえに慎重になる。ゆえに裏山への直接進行に彼らの指揮官は及び腰になるだろうね。それはつまり相手が素人である時より時間が稼げるってことだからね。へへ。攻略には艦砲射撃くらいは必要ってわけだ。まさか戦争中じゃあるまいし、敵にはそこまではできないんだろ。トラップの弱点は防御にしか使えないことと設置に時間がかかること、そして無差別に発動してしまうことにあるんだけど、その点里子の裏山は全ての条件を満たしているね。そうだね。裏山に立ち入る人はいないし、すでに里子ちゃんのトラップでいっぱいだし、逃げ込むだけですぐに籠城できるのはその主人公の大きな強みになるね。そこにおじさんもいるわけなら、その籠城をただの立てこもりには使わないね。敵の主力を引きつける何らかの陽動に使って、その隙に敵を叩く奇襲作戦で行く。敵を深く誘い、手薄になったところを背後から叩くのは、迎撃反撃戦術の初歩だよ。水際撃退を絶対死しなんて、石頭の極みだからね。はぁー。みーちゃんとさとこちゃん、すごいすごい。でも、レナとケイチくんだけ置いてきぼりだ。なら、僕たちが主人公ということにしましょうです。みんなで仲良くやっつけるのです。よっしゃ、そう来なくっちゃな。へへ、なんだよ、俺たちまで加わるってことは、それって部活メンバー対悪の組織ってことになるわけかよ。どんな悪役だか知らないけど、その悪役たちはついてないよ。どの程度の手勢か知らないけど。正面からぶつかり合うならいざ知れず、私たちに血のりを使わせちゃったらこの村じゃ勝てないよ。日波沢で私たちに勝とうと思ったら、オーバーロードクラスの大作戦が欲しいところだからね。もっとも我が部ならそれすら撃退するけどさ。ね、リカ、みんなはとっても頼もしいのです。まったくね。こんなにも頼もしい味方にどうして私は今まで打ち明けなかったのか。一人ではできないことでもみんなでならできるのです。この陰謀に勝てるのか、もっともっと僕に教えてほしいのです。
入江所長に聞いたよ。どうして君は高野さんを疑ってるんだい？だってそんなことをしたら大変なことになるのを一番よく知っているのが高野さんじゃないか。それに高野さんは君や里子ちゃんにあれだけ親切にしてくれたんじゃないのかい？なのに命を狙ってるように感じるなんて、ちょっと高野さんに悪いようには思わないかな。富武、正直に答えてください。そして真剣に考えてください。正常な高野なら僕を殺すようなことは絶対にないと思いますですが、今の高野は絶対に僕を殺さないという保証はありますですか？それはどういう意味だい？高野は雛見沢症候群の研究に生涯をかけてる。それは事実。ここだけの話、雛見沢症候群の研究は彼女が中心なんだよ。入江所長は表向きのトップで、研究の一番の中心は高野さんなんだ。これは内緒だけど、実は雛見沢症候群は彼女のおじいさんが見つけたものなんだよ。高野さんはそのおじいさんを特に尊敬していてね。その研究を自分が受け継いで完成させると意気込んで入江機関を設立したんだよ。そんな高野にとって研究の方針が変わり、3年で研究を終了と宣言された現在の状況はどんな気持ちなの？高野は単身上京して研究の続行を訴えたけど却下されたんでしょう。それは高野にとって自分の人生を否定されたことと同じ。とても傷ついたんじゃないの？リカちゃん、君はどこでそれを？リカちゃん、確かに高野さんが新理事会に説明しに行ってかなり悪い評価をされたという話は聞いてるよ。伝え聞く話だと相当研究をバカにされたらしい。予算食いの無駄な研究だみたいに言われてね。彼女は気丈を装ってるけどかなり傷ついたと思う。でしょ。そんな高野がどうせ打ち切られる研究なんだからと自暴自棄にならないなんて絶対に言えるの？いや高野さんに限ってありえないよ。ありえない。確かに少々恐ろしい想像ではあるけれど、それでも高野さんがそんなことをして得をすることはないよ。自暴自棄になりたい彼女の気持ちには少し理解できるけど、それでも彼女にだって理性というものがある。彼女もその辛い気持ちを時間で癒せるさ。昇進の人はたぶらかされやすいということはありませんですか？たぶらかされるとはどういう意味だい？富武、僕が死んだら大変なことになりますね。緊急マニュアルが執行され、村が丸ごと抹殺される。そうなのかい？僕は知らなかったな。家に聞いていますから知ってますです。時間がもったいないのでごまかしっこはなしにしましょうです。その緊急マニュアルはあくまでも最後の手段ですから、
それを実行すれば大変なことになりますですね。ああ、大変なことになるよ。村を一つ消し去るなんて簡単なことじゃない。危険な橋をいくつも渡らなければならないし、仕方がないとはいえ人道的に許されることじゃない。本当に大変なことになるよ。単刀直入に言います。その緊急マニュアルで渡航する人間がいるはずなのです。まさか。いるはずがないよ。それどころか責任問題やら何やらに発展し、場合によっては東京だけでなく政府内の問題にも発展しかねない。となれば、その騒ぎで得をする人がいるのではありませんか。緊急マニュアルが執行されるようなことになれば、執行はやむなく行うが、その後そうしなければならない状況に陥らせた人間たちへの責任追及が始まる。具体的に言うと、入江機関を統括している上の連中ね。その黒幕たちが責任を追及され、東京で失脚するということは、どうだろう。ポストは有限。狙う人間は常にいる。それを奪うために、緊急マニュアルという危険な爆弾の導火線に火をつけてみようという人たちがいてもおかしくないんじゃないかしら。自分は安全な場所に隠れていて、すべて吹き飛ばした後、空いたポストにちゃっかり座る。確かに最近東京である大物が死去してね、それに伴い後釜をめぐって派閥抗争がとても激しくなっているんだ。入江機関のクライアントであるアルファベットの理事会も粛清と呼ばれるほどの人事の大刷新があってね。それで旧派閥の庇護を受けていた入江機関はやり玉に挙げられて、研究の即時中止が決められたみたいな話はあるんだよ。そんな中、もし私が死に緊急マニュアルが執行されなくてはならなくなったら、入江機関とその黒幕の理事会、そしてそれを要する派閥は必ず責任を追及される。本来なら雛見沢症候群などという危険な爆弾の存在は東京以外は誰も知らないから安全だけど、東京の中に敵ができた場合に限り、その敵にとって雛見沢はあまりに簡単に爆発できる爆弾となる。それはリカちゃんの捜索かい？捜索ですか？事実ですか？あ、どうだろう。でも今の東京のゴタゴタを見ていると、なるほど、そんな恐ろしい絵を描いている連中がいたとしても、いや、ありえるかもしれない。富竹はいい人です。親しい友人のことを信じる、とてもいい人だと思います。だからそんな富竹にこう言えば受け入れてもらえないことは分かってる。でも入江機関への監査役である富竹兄に僕は訴えねばなりません。まさか。それで高野さんだというのかい？はい。研究の継続を却下された高野は自分の人生を否定され、さらには理事会からこき下ろされてとても傷ついています。それはいつもそばにいる富竹なら分かっているはずです。その昇進の高野に彼女を利用したい何者かが接触し、
そそのかすというようなことはありませんですか。傷ついた人は自分を理解してくれる人に心を許してしまいやすい。高野に東京での混乱を目論む何者かが接触して取り入り、何かを焚きつけたかもしれないのです。リカちゃんの言い分は分かったよ。僕も高野さんを本当の意味で信じるために、そういう疑いがないことを先に晴らしておく必要があるね。富田健、すぐに山犬のおこのぎくんと東京に連絡して、高野さんの近辺に不審な動きがないか確認させるよ。山犬は傍聴が専門だから。ダメです、山犬も高野の手先です。なんだって？高野を懐柔するような相手です。もちろん山犬にだって手を打っています。それはありえない話じゃない。山犬は傍聴部隊、仮に入江機関に内通者がいても彼らが任務についている限りとても困難なはず。なら山犬ごとということもあり得るのか。しかし、富岳、高野と山犬に内緒で調べてください。入江は僕の味方ですが、東京については詳しくありません。はい、私は一研究者にすぎません。所長という肩書きも彼らの都合でもらったお飾りに過ぎないことを認めます。ですから私ではリカさんの疑念を晴らしてあげることができません。わかりました。万が一入江機関が謀反を起こす可能性だって予見されてないわけじゃない。そのために僕が送られてきているんだからね。高野さんと山犬の近辺について至急調査させるよ。僕の話を信じてくれてありがとうです。僕の話を信じてくれたのはこれが初めてなのです。実は今日からしばらくの間身を隠そうと思いますです。ミーの家には秘密の地下があり、好都合なのです。なので何かあったらミーに連絡してください。僕は今日から当分の間行方不明ということにしてくださいです。了解したよ。僕もそれが安全だと思う。僕は普段通り振る舞うよ。不審がられないためにね。もちろん用心はする。入江所長も普段通りにしてください。ですが常に用心を。わかりました。せいぜい用心します。富岳、気をつけて。あなたは近日中に暗殺される気がしますです。わかった。特に用心するよ。ありがとう。
こんにちは。これはこれは珍しい面々ですね。入江先生に富武さんに理科さん、私も雛見沢に出入りして長いですが、なんとも珍しい取り合わせです。これはこんにちは、大石さん。あれ、今日は綿流し準備会の打ち合わせでしたか。にしてはまだだいぶ早い時間ですね。いえね、ご自宅にお伺いしましたら、北条さんにこちらにおられるとお聞きしたもので、そしたら皆さんの密会にばったりと出くわしてしまったというわけだったのです。いやー、お邪魔をしてしまったようで申し訳ございませんですね。皆さん、そんなおっかない目で見ないでください。照れちゃいます。いえね。今日来た理由は他でもありません。リカさんに懐かしいお友達を連れてきたのですよ。リカさん覚えててくれるかな？忘れちゃってたら、彼はるばる来てくれたのに泣いちゃうかもしれません。ささ、どうぞどうぞ。覚えていてくれてありがとう、リカちゃん。今度は東京へ帰れなんて言わないだろ。赤坂。君のメッセージちゃんと覚えていたよ。あるいは一度忘れてしまったのかもしれない。でもそれを忘れたらきっとものすごく後悔するに違いないんだ。だからちゃんと思い出したよ。君が教えてくれたから幸恵に電話して彼女が事故に遭わなかった。だから君は幸恵の恩人なんだ。その恩を私は今返しに来たんだ。本当に長いこと忘れていた気がする。でもようやく思い出したよ。長いこと待たせてすまなかったね。本当に長いこと待たせやがったです。そしてこんな最後の最後の世界で本当に都合よく帰ってきやがったのです。赤坂。私は無条件で君の味方だ。君のどんな不思議な話も信じるよ。そして君の命を狙うという敵を必ず打ち砕いてみせる。私は見てませんよ。東京に奥さんがいるのに
ひらみざわにこんな幼妻の現地妻がいたなんて知りません？知りませんよ。大井さん、違うんです。そういうのじゃないんです。起こるのです。奇跡は起こるね。起こせるね。まだ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 力を合わせたならもっと奇跡は起こるのかな。そしたら昭和58年の呪いを打ち破れるくらいの奇跡を起こせるのかな。起こせますです。だって昭和58年6月はみんなが手を取り合わないと破れないのですから。大丈夫かい、リカちゃん。あ、ごめんなのです。ちょっと懐かしかったので取り乱してしまいましたです。み、これは驚いた。リカちゃんに素敵な彼氏がいたものだね。自己紹介します。私は赤坂守、警視庁公安部の資料室第7室に勤めています。東京の公安部資料室は確か内調別室並みの極秘部門ではありませんでしたか。秘密警察の批判もあるような極秘の強行捜査部隊だったはずです。お詳しいですね。公安部資料室の正体を知っている方がいらっしゃるとは思いませんでした。先ほどのお話から察するに、どうやら訳ありの方とお見受けします。いや、ちょっとマニアでしてね。たまたま知っていただけなんですがね。富武さん、この際だから本当の自己紹介をしちゃいません？私もあなたがただの旅行写真家じゃないだろうってずっと思ってきましたから。いえ、そんなことはないですよ。僕は写真が趣味なだけのただの。富武は僕たちと東京の間をつなぐ連絡のお仕事なのです。でも、僕の味方なのです。リカさん。
入江署長さんでしたね。5年ほど前、私が誘拐犯たちとの乱闘で怪我をした時、お世話になりました。あの時は丁寧な治療を本当にありがとうございました。ああ、あの時のも。いえいえ、自分の仕事をしたまでですよ。そして入江診療所には入江機関という別名もある。そうですね。いえ、どうでしょう。入江先生、もう隠し子はなしにしましょう。私たち、さっきしっかりと聞いちゃってるんですから。先ほど、入江機関のクライアントのアルファベットとおっしゃいましたね。実は、皆さんがお話になられなくても、その一部始終を存じております。つい最近まで、私の第7室は、巨額の裏金ルートと、それを牛耳る黒幕たちを内定していました。アルファベットプロジェクトとは、その裏金ルートのうちの一つです。最初にお断りしておきますが、第7室のこの調査はすでに中断され、私たちはその任を解かれています。ですので、私は業務上知り得たことを勝手に口外しているに過ぎません。もちろん、私は雛見沢へは休暇として訪れています。そこだけ、誤解がないようにお願いいたします。その裏金ルートから毎年巨額の資金が入江機関という岸骨市内にある研究機関に流れ込んでいることがすでに分かっています。そして入江機関という機関名には括弧書きで入江診療所との保記がされています。そして入江機関トップは自衛隊から出向している二等陸佐入江京介氏とも。兄さん？入江先生、あんた自衛隊の人だったんですか？違います。私は自衛隊なんかではありません。富武さん、もうお話ししましょう。それに私たちのクライアントはともかく、私たち自身は別にやましいことをしているつもりはないんです。これ以上しらばっくれるのはかえって大石さんたちを疑わせるだけだと思います。入江の言う通りなのです。大石はきっと僕たちの味方になってくれますです。確かに、リカちゃんの言う通り、恐ろしい陰謀を企む連中がいてもおかしくない。大石さん、これらの話は全てあり得る話です。はあ。私は何かの小説の筋書きみたいな気分ですが、いや、それが真実ならば、
僕は高野が怪しいと思っています。ですがその証拠はありません。それを確かめるために富田家に調査をお願いしていたところなのです。大石さん、その高野という女を別件逮捕で拘留することは？退職金が吹っ飛びそうですが、やってやれないことはないですな。沖宮署にも山犬の傍聴要員が入り込んでいるはずです。多分大石さんがそれを実行しようとしても署内で圧力がかかるはずです。高野さんの調査はこちらでするので、それまでは変に警戒されるようなことは慎んでいただきたいのが本音です。そうですね。高野氏の調査は富武さんの機関の人間にしかできないなら、警察が余計なことをしない方がいいかもしれません。それにどうも関わる山が大きすぎる気がします。大石さん、冷たい言い方をしますが、あなたはここで引かれた方がいいかもしれません。赤坂さん、それはどういう意味ですか？先ほども言われました通り、大石さんは今年で定年じゃないですか。長かった危険なお仕事がようやく終わり、そのねぎらいとして退職金を得られる直前にいる。お金は大事です。家のローンの完済や老後の蓄え、そして第二の人生の支度金ですが、今回の山は危険すぎる。私の勘から言ってこの山は多分最後にはなかったことにされる。つまり。全てを失う覚悟がなきゃ今からでも遅くないから引き返せって、そうおっしゃるんでしょう。そうです。大石さんほどの方にこんなことを言うのは、若輩の身には過ぎたことと分かっています。ですが私は今日まで一般警察とは次元の違う山にいくつも関わってきました。だからその経験の上で大石さんにご忠告させていただいているんです。私がお小遣いを残したいばかりに随分のんびりしたローン返済をしちゃいましたね。もっと繰り上げ償還とかしてりゃ利子の分得をできただろうに。博打やらお酒やらそんなものに使うお金が残したくてね。もし私が月を退職金に回すような人生を選ばず、もっともっと賢く生きてきたなら、ここで私はかっこよく
懲戒なんか怖くないって意気込むところなんでしょう。でもね、それでもね、私は刑事なんですよ。今の今まで、そして退職の瞬間までに、いや、そんなのはもうどうでもいいのかもしれない。私は墓前で誓ったんです。おやっさんを殺した犯人を必ず挙げてやるって。おやっさんを殺した犯人を必ず挙げてやるって。それつまり、おやっさんを殺した犯人を挙げるまで私はいつまでも刑事でいるって誓いなんです。それつまり、それはつまり、私が警官かどうかってことじゃない。私が仇を取るその日まで、たとえ懲戒を食らったって刑事魂を忘れないってことなんです。その私が懲戒免職が怖いって、退職金が不意になるかもしれないのが怖いって。ああ怖いですよ。何千万って金が入ることを当てにした人生設計が全部パーになるんですよ。北海道でのんびり家庭菜園を楽しんで、すすきので遊んで社交ダンスを始めて、それがパーになるの何が怖いってんですかね。私の刑事魂はそんなもんだったんですかね。日南沢村連続開始事件の真相を暴く、夢にまで願った真相の扉が今ここにあるってのに。くそー、畜生、警察手帳を叩きつけりゃいい。警察なんていつでもやめてやるってなんで言えないんだ。くそくそー、畜生。大石さんは確か殺された現場監督さんのご友人でいらっしゃいましたね。ねえ、友人であり兄貴であり親父でした。私は形式だけとはいえ入江機関の長です。多分理香さんをめぐる陰謀が暴かれれば、必ず私にも飛び火し、何らかの形で責任を取らされる日が来るでしょう。そうですよね、富武さん。全てが終わったら、大石さんに日南沢村連続開始事件の全てをお話しします。本当は終身の秘匿義務があるのですが、お目こぼしをくださいますよね、富武さん。私は何も聞いていませんので。いやいや、そういうわけにはいきません。そいつは皆さんに協力した勇気ある大石クラウドに教えてやってください。退職金が欲しくて保身に走る、みっともない大石クラウドには過ぎたもんです。私に考える時間をもらうことはできませんかね。真相を暴き、悪を打ちたい気持ちはあるんです。そのために勇気を持つ時間を少しだけもらうことはできませんか。
その時間を僕は許します。あなたが決心するのに必要な時間を僕は許します。あなたは今日まで自分に素直であり、そして厳しくもありながら、今日までの人生を積み重ねてきました。そんな決して軽くない人生だからこそ、決断を求められる時にもその選択肢は重みを得るのです。軽々しい選択や蛮勇は決して誇らしいものではない。真に誇るべきなのは、あなたのような真に重い人生を歩んできた者が本当に重い選択をした時なのです。あなたが冷静で落ち着きある選択をしようとも、勇敢で男らしい選択をしようとも、私はあなたを称えましょう。それがあなたの悩み抜いた選択である限り。初めて会うお嬢さん、ありがとう。なぜか一番嬉しかった言葉です。臆病な私に時間を許してくれてありがとう。先生、たった一つだけでいいんです。教えてください。ええ、何でも聞いてください。私はおやすさんをバラバラにして殺した連中を裏で糸を引いていたのは園崎家だと信じておってきました。それは正解ですかね。いいえ、不正解です。日並沢村連続監視事件は全て私たち側から説明できることです。そうですか。大石、お社様のたたりと呼ばれる事件は、どれも村人の暗躍によるものではありません。園崎家も御三家も、そして村人も、一切が関係ないのです。それじゃあ、私が今日まで集めてきた園崎家が裏でどうこうっていうのは全部ガセだったって、そういうことですかね。園崎家当主にはいかなる天才も全て自らの差し金であるように振る舞うべしという秘密の家訓がありますです。園崎家は何も知らない。いや、それどころか、毎年起こる事件に怯えてすらいる。でも、それを家の威厳に組み込むため、黒幕を装っているだけなのです。そんな家訓があるんですか？なるほど、納得です。それが本当なら、お寮のばあさんめ、くそ、
思わせぶりなことばかり嫌がるな。それ本当なんですよね。本当なのですよ。古出家当主の秘密巻物にも書いてありますです。見ますですか？大石が嬉しい気持ち、僕にはわかりますです。おや、何がわかるって言うんですか？誰かを憎まなくていいというのは、とてもとても幸せで気持ちいいことだってわかりますから。まさかまさか、その崎家が獅子骨市内を牛耳る太刀の悪い暴力団組織であることに変わりはありません。連中のどこのチンピラに刺されたこともありますからね。別に開始事件の黒幕でないと分かったからといって、私にとって敵対的な存在であることが変わるわけではありません。まあそれだけのことなんですが、なぜか愉快になっちゃいましたね。高野さんが白か黒か、それがわからないことには話が進みませんね。富武さんの方の結果を待ってからしか動くことはできないでしょう。リカちゃんがなぜ高野さんをそこまで疑うのか、個人的には高野さんに悪い気がするけれども、でもリカちゃんの言うことにも一理はあった。リカちゃんは大切な身なんだ。その周りには疑わしいものはわずかほども存在してはならないからね。富武さん、くれぐれも身辺にはご注意を。もし相手が黒ならば、あなたの身に最初に危険が。わかってます。すぐに宿を入江機関に内緒で変更します。本当はすぐに雛見沢を離れた方がいいのでしょうが、もし高野さんが黒ならば、それはかえって逆効果です。難しいところですね。内定中は普段通りに装うのが初歩ですから。もしよろしかったら私の宿に入りますか？いえ、それには及びません。大丈夫、十分に注意します。ということはリカちゃんの身が一番不安だよ。どうしたものか。どうしよう。羽生、どうしたらいいと思う？将棋に例えたら、リカはむき出しの王将です。リカさえ抑えれば、このゲームは高野の勝ちになりますです。
将棋の定石は、まず王将の守りを固めてからよね。はい。今日は木曜日。綿流しはしあさって。最低でも綿流しの日まで誰にも知られず、そして一番安全なところに避難するべきかもしれないです。そんなうまい場所あるかしら。僕は、そこはミオンに頼るべきだと思いますです。そうね。その先本家の地下祭具殿は、立てこもるにはとても理想的。そこへは、サトコも連れて行くべきだと思いますです。サトコを残して私だけが消えれば、その行方は、サトコが知っているに違いないということになる。残せばサトコにも、危険が及んでしまうわね。僕たちはしばらくの間、身を隠そうと思いますです。ミーの家なら、身を隠すことができる場所がありますのです。そこは、とても安全？はい。秘密の防空壕みたいなとこなのです。中には何でもあって、一ヶ月くらいこもることもできるに違いないです。高野さんの調査がすぐわかるか、当分かかるか、やってみないとわからないけど、何かわかったら、ミオンちゃんの家に連絡するということでいいかな。それが助かりますです。今だから白状するけど、山犬は保安上の理由から、リカちゃんの家の電話を盗聴できるようにしている。その方が都合がいいね。僕の恥ずかしい話は、すべてみんなに聞かれていたのです。いや、聞ける設備が設けてあるだけで、普段の会話をすべて聞いてるわけじゃないんだ。年に数回ある保安訓練の際に、それをしているだけなんだよ。多分、診療所の私の電話も、盗聴されてるんでしょうね。ええ。そこは施設の性格上からご了承いただきたいところです。失礼。その盗聴の具体的方法は？リカちゃんの家に引いてある電話線が分岐してあります。それが神社の裏側の沢の近くに掘っ立て小屋があるでしょ。そこへ引かれていて、そこで盗聴することができます。通常は無人ですが、山犬に対し要人警護命令が出ると、常時2名の通話監視員が常駐し、すべての会話を録音します。もちろん、普段は録音していません。近日中に、保安訓練の予定は？また、要人警護命令が出る予定は？保安訓練は、1月、4月、7月、10月に行っています。ですから、今月はありません。要人警護命令は、何か緊急事態が起こると予想される場合に発令されますが、機関設立以来、発令されたことは一度もありません。発令の権限者は？所長、つまり私ですが、高野さんは、事実上の所長代行なので、私に代わって発令することが可能です。もし高野氏が本当にリカちゃんを狙う黒幕なら、その要人警護命令を逆手に使い、彼女を監視する手段に使うでしょうね。その可能性は十分に考えられます。ということは、つまり、その小屋に何者かが出入りするようになったら、それは高野氏が動き出したという証拠であり、リカちゃんの近辺に
緊張が増した証拠であると読み取っていいわけですね。高野さんが黒幕である証拠になるかはわかりませんが、理香さんの周辺に危険が迫っている可能性が高いと読み取ることはできるでしょう。確かに高野氏が黒であろうと白であろうと、そういうことになりますね。その小屋が監視されている一方で、実際には他の場所に避難しているというのは、なるほど、うまい手かもしれない。でもリカ、一つだけ問題が。夜に明かりもつかなかったら、家が無人なのはすぐにバレてしまいますです。高野たちは盗聴などしなくても、夕方か夜頃にその様子を見るだけで、学校を休んでいるのは仮病で、僕たちが気づいて逃げ出したのだと知ってしまうに違いないのです。それもそうね。そしてそれは高野のことを調べている富武にとっては都合が悪い。確かにどうにかしたい点ね。さっき赤坂が言っていた盗聴をしている小屋の監視、それから大風で寝込んでいることを装うための明かりのつけ消し、それからいざという時赤坂が村の中にいてくれる方がいいというのを三つ合わせて、あうあうしますと、あうあうあう、一つの提案が浮かびますですよ。って、まさかあんた、赤坂を私の家に泊まらせようってこと？ダメ、絶対ダメ！全然片付いてないし、臭いし汚いしみっともないし、赤坂なんか絶対に入れられない。ダメ。あんあんあん、赤坂がお泊まりなのですよ。あん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 、ダメだって言ってるでしょ。ダメ、やだ、ダメ、やだ。リカちゃんは何をはしゃいでるんだい？しまいましたのですよ。ニパー。確かにリカちゃんの家がもぬけの殻になれば、夜の明かりとかですぐにバレてしまいますね。つけっぱなしにしても、未明までつきっぱなしではすぐ怪しまれてしまう。にお泊まりするというのは、そのどうでしょう。なるほど、それはうまい手かもしれない。リカちゃんさえ良ければ、その手で行きましょう。
悩んでもしょうがないのですよ。理科の悪い癖は仲間を過小評価しているところだと思いますです。とは言うものの、今日学校でみんなで楽しく話していた漫画の話が実は本当でした。下手をすればあなたも殺されますなんて急に言って信じてくれると思う？それに里子にとってこんな初対面の男まで急に連れてきて。里子が信じないと思いますか？それはわかんないけど、その可能性もあるでしょ。なんだ、里子は友達じゃなかったのですね。僕は里子は仲間だと信じていますから、里子に話せばきっと信じてくれて味方になってくれると信じています。でも、リカはサトコを信じられないと言っています。それはリカにとって、サトコが友達ではないということです。その程度の存在なら、話しても時間の無駄なのです。はんはんはん。サトコなんかほったらかして、僕たちだけでミオンのところに行っちゃいましょうです。バカ！あんた、何を言ってるの？そんなわけないでしょ？サトコは、私の一番の親友で。リカが真実を話す価値がないなら、それはその程度のものです。リカの言う一番の親友なんて、野良猫に毎日餌をあげてるだけと同じ程度です。リカはサトコのことをそんな程度で住まわしていたとは、僕も驚きです。誰もそんなこと言ってないでしょ。サトコは親友よ、私の一番のね。そうよ、あんたよりも。でも信じてくれると信じてない。野良猫に餌をやって日々を一方的に愚痴るだけの関係。猫さんは何もできないって分かってるから、その上で愚痴ってるだけの、それだけの関係。はんはん、里子はかわいそうに。リカの一番の親友だと信じているのに、そのリカにはそうだと思われていないのです。ハウアウアウ。この理科ちゃんの同居人は納得してくれるかい？納得させますです。里子はこの陰謀に何の関係もないですが、僕と一緒に住んでいる以上絶対に巻き込まれますです。里子のためにも僕が説明しないと。私は外で待ってた方がいいかな。いいえ、赤坂が一緒にいてくれた方が冗談ではないと分かっていいかもしれないです。僕にうまく説明できない時には、助け舟を出してください。うん。分かったよ。サトコ、ただいまなのです。はい、リカの分の荷物もできてますわよ。まさかミオンさんに歯ブラシやタオルまで借りるわけにはいかないでございましょう。それに見ず知らずの男性の方をこんな散らかったお部屋に入れるわけにもいきませんし、だから私普段からもう少しお片付けをしましょうって言ってたんではございませんの。
漫画なんかの話じゃなかったんですのね。私、リカのそういうところは嫌いなんですのよ。私がリカの話を信じなかったことがありまして、私こそがリカに一番最初に頼ってもらえる親友でいるつもりでしたのに。ごめんなさいなのです。ございましたっけ。リカとどういうご縁かは存じませんけど、リカの味方なら私の味方でもありますわね。北条さと子と申しますわ。よろしく。赤坂と言います。リカちゃんを取り巻く陰謀はあまりに深く容易に説明できるものではありませんでした。それを打ち明け拒絶されるかもしれないことに怯えていた彼女の気持ちをどうか汲み取ってあげてください。そんなことは分かってましたよ。私はリカの一番の親友なんですのよ。その私に信じてもらえなかったら世界中で誰にも信じてもらえないということですのよ。なら臆病になるのも分かろうというものですわ。さとこちゃんは本当に大人です。そんなあなたに親友と呼んでもらえるリカちゃんが羨ましいです。ひねくれ者のさと子がこれくらい簡単に信じてくれるんだから、単純なミオンならもっとあっさり信じてくれるわね。疑い知らずのケイイチも信じるだろうし、こういう時はやたらと勘のいいレナも信じてくれるだろうし、どいつもこいつもきっと私の話を疑いもせずに信じてくれるのかしらね。この蓄えも十分ですわね。リカ、せっかくお留守をお願いするんですのよ。今夜くらいご馳走しないと失礼に当たりましてよ。それに万が一ということがありますもの、ミオンさんの家やはもう少し遅くなってからお伺いした方がいいですわね。そんな、どうかお気遣いなく。こう見えても食事くらいなんとかできますので。はあ、リカの手料理をご馳走するチャンスなのですよ。はあ、今日のあんたは調子に乗りすぎ。そうね、さと子、おいしい食事をご馳走しないとね。そうそう、冷蔵庫に入ってる特用激辛キムチの大瓶を出してもらえる？ああ、激辛じゃなく極辛の方が良さそうね。今日はキムチチャーハンにしましょうです。赤坂、辛いのは大丈夫ですか？ああ、うん、辛いのも大好きだよ。それと冷蔵庫のシュークリームはもう賞味期限が切れてるから捨てちゃいましょうです。あー、残念残念。モグラの高級店の美味しいやつだと聞いてたのに残念なのです。今日はあうあううるさいのが聞こえるわね。
野良犬でも吠えてるのかしら。